ベラコリーノの16番ホール、16、17、18と3ホール、マッチプレー、これがもしかすると監督、もう最後、オーランドの最後のショットです。ラスト、ラストマッチプレー。ということは、最後のチャンスです。はい、最後の、まだね、1回も勝ってないの。え、そうなんですね。そうなの。花房コーチにも、昨日にあの負けたし、勝たなきゃ。1分け3敗 ?4 敗勝たなきゃ。そんな感じ。勝ってプロアマに臨もう。プロアマ戦がね、あさってだからね。いや、勝つぞイボミに。じゃあ、何かコメントは？いや、私はもう負けたくないんで、ちょっとマネジメント頑張ってよく見て考えてやっていきたいと思います。負けたくない2人だね。どっちが負けたくない感情が強かった、まあいいや。ごちゃごちゃ言わずにやる。あ、そうですか、はい、別に言ってもいいですよ。いやいやいや、じゃあ、どうしようか。何ヤードですか。いい、じゃあ先行くよ。156ヤード。なんかね、あれですよ、ちょっとずつやっぱり、ちょっとずつ何かいろんなものが辻褄があってきたので。いや、しかしこのコースは素晴らしいね。いや、だけどね、本当素晴らしい、うん、全てお見せしたいところですけども、はい、今回はね、この3ホールマッチで6ホール、そうそう、もうある意味重要な最終の各サイドの3ホールを行きやす、まあ、本当に戦略的ではあると思いますよ。これは最高じゃないですか。これは最高のショットをしました監督。もう本当にさ、なんか僕の成果が出てきたよ今のは。あの、どうですかこの嬉しそうな顔。ゴルフってのは隠せないよね。やっぱいいショットすると、いいショットして涼しい顔してるのはツアープロぐらいですよ。喜びは表現した方がいいね。さあ、どっちが負けず嫌いがしっかりと形になって現れるのか。もうでもちょっと軸がなんか左へずれて、あまんまヘッドが走るのがちょっと足りなかったかな。お疲れですか。若いんだから疲れてないよね。あ、監督のなんか背中が、背中だ語っております。監督まだ勝てるかも。あ、もう早いなそれ。今それ言っちゃったら早い。今それ言っちゃうとがっつくとダメよ何事も。いいですね監督。あのピンハイっていうやつですね、はい、ピンハイというのは、ピンと同じ高さのところにボールが止まってるという意味ですからね。セームアズピンハイですからね、これピンハイ。さあ、やっぱりこのね、このコースのグリーンというのはね、本当にその3段とか2段とかそういう問題ではなくて、いろいろなところにちょっとしたスペース、ピンカップを切れるスペースがちょこちょことあるというね、本当にいろんな形状、どう読み切るかですね。さあ、ピッチエンドランを左からもうちょっと右に来るかな。まあ狙いは良かったと思いますけど、意外とその最後の転がりが少なかったかな。さあ、小林監督、ショットした後に、確かにこのマッチプレーっていうのは駆け引きですからね、常にね、はい、ですからこう、ただ無理やりバーディーを取りに行くっていうのもしっかり考えていかないと、またそこで罠にはまるということもあるので。さあ、監督どうするか。監督は本当に一生してオーランドからね、日本に帰りたいところですけど、意外と、ああ、いいですね。ああ、素晴らしい。
あ、これ OK なんですか？ OK 出ないだろ。あ、OK が出ました。今回出るの？出ました。ついに OK が。これも何か、今この時点で OK を上げるのも何か作戦なのでしょうか、もしかして。さあ。だんだんなんかイボミの親戚に見えてきましたけど、集中してます。うーん、思ったより切れなかったね。うん、思った通りに切れなかったという言い方が合ってますね。まあ、この喜んだ顔見てください。ワンナップなのに。いやあと2つですよ。やっぱりあれだね、アレックスに元気をもらいましたね。誰ですかアレックス。ああ、アレックス、この人です。この人がアレックスです。じゃーん、ムチムチです。でベラコリーナの特徴っていうのはやっぱりこうティーグラウンドの、もちろん距離ってセットとされた部分ってとってもいいんですけど、意外と微妙につま先下がり、つま先上がりあるんですよね。まあでもこれもちょっとどこに打ってるかわからないけど、まあそこだろうな。これはね、フェアステエリアのちょっと色の変わったぐらいの、そうですね、左から右に傾斜がずっと続きそうなホールですよね。この17番は難しいですよ。だってね、これね、景色っていうかめちゃめちゃいい、なんか通好み。これ本当ね、ナパのね、ゴルフ場あるんですよ、あのブドウ畑がね、隣にあるやつがあるんだけど、まああれはブドウ畑じゃないですけど、うん、なんかそういう風景を、ね、作り出してるんだよね、このフランスの田舎湾。あの、すいません、勝負に徹してください。そうですね、はい、忘れてた。集中してください。よし、アレックスに捧げるよ、俺はこの一段を、はい、アレックスになんか恋しちゃったみたいです。17番ね、これ難しいですよね。あのやっぱりいいコースっていうのは、当然16もそうですけど、17っていうのがキーホールになる場合が非常に多いと思うんですね。大事な時ほど力むなよ。大事な時ほど引きつけて、よし、開いて右の尻 OK、 肩開いてよし OK、 であとは引きつければなと。うわ、抜群のショットしたね、また。これはいいね。まあ、解説の上手い人みたい。あ、なんかちょっと俺もまたもうちょっといい、うまいこと言いたいんだけど、抜群のショットしか言えないのか、お前はって。素晴らしいショットでした。すごい、あれだけブツブツ言うと普通あんまり成功しないんだけどね。すごいね、ちゃんと処理能力がやっぱりこう長けているということでしょうか、小林監督。さあ17番ホール、これは正直こう女子にとってきついですね、この430ヤード以上、そして、アゲンストの風が吹いてます。叩きましたね、これは強い球ですね。なんか怒りのショットですか。うん、バッチシです。おっ、バッチが出ました。相手にとって不足なし。笑われました。この17番のティーショットは本当に2人とも素晴らしいショットをしましたね。ただ難しいですよ、距離が何ヤード残ってましたかね。230ヤードね。ピンまではあの、ま、センターまで213って書いてあるよ。上りもありますからね、このカートだとね、すべて入れて230ぐらいの、しかもちょっとつま先下がり、ピンが見えません。どこか頼りになるところをしっかりとかあの見つけて、これはかなりいいショットですね。はい、これは素晴らしいショットです。うん、すごい。うん、小林和人先監督はそこから多分ね、そのレーザーは使えないと思います。まだね、
ピンが見えないので、ピンが見えないですよ。このカートのヤーデージを信用するしかないですね。あ、だけどもうこれはもうチョイスがスプーンかもう22度しかないので、もうこれは22度で打ちます。まあ、グリーンのフロントまでは行くでしょう。なんか左の手前に置いといた方が割と良さそう。やっぱりね、解説の花房さんも言ってますけど、やっぱ大事なショットの前にちょっと素振りをね、体の筋肉にこういう動きをするんだぞということで一度呼び起こしてあげるという、頭の中と体の回線をしっかりとですね、つなげてから。やっぱ固まらないうちに打ちたいですよね、こういうのって、ね、そうですね、固まってしまうとね、でしちゃうんで、固まらないようにしたけど、仕方がない。いいショットなんですが、ちょっとだけ体の沈み込みがあったんでフェースが少しかぶりました。いいショットですよ。まあ、ちょっと捕まっちゃいました、ね。いいショットです。ちょっとバックスイングが早かった。やっぱこのバックスイングを早くと、ね、今ハエを止めようなんて言ってたけど、やっぱこの実戦に来るとどんどん速くなってるので、ちょっと反省します。まあ、ただ、はい、ね、それでもいいショットが、まあ、だけどね、この割とね、カメラ回った時にまあとりあえずあそこまで打てたんだから、まあよしとしましょう。さあ3打目勝負、はいはい。さあこのような形になってたわけですね。グリーンが右サイド、そして左の方にはこうフェアウェイ広く、これもやっぱファルド、ニック・ファルドの17番ホールキーホールになるデザインをこうしたというのは何か意味があるのかなと思います。グリーン周りにバンカーないですからね。さあ何ヤードですか。67ヤードアゲンスト。セカンドショット素晴らしいショットしました。さあここから小林監督にプレッシャーかけられるのか。入る、いや入るぐらいありましたね今ね。プレッシャーとしては十分ではないか。敵相手にとってやっぱりすごくない、まだ余裕があるように見える。いやもうアップアップス先ほどカズサのボールがピンに絡んでいったのは見えたんだけど、うん、本当に近い寄ってる、うん、なかなかボミー粘るね本当に。なかなかいいじゃない、マッチプレー向きだね。監督と勝負を続けているうちにどんどん自分の強さが出てきてるような。これだけどあれですね、何ヤードですか。46ヤードこれだから多分ね、うん、手前に落ちないと寄らないと思うんですよね。あ、もうそこがやっぱりニック・ファルドのあれじゃないですか。多分手前だと思うんですよ。で、まあ、ただ上げてるんで、まあ、50ヤードきっちりスピン、あとこれ落ちたら多分右行くでしょう。まあ、もちろん右行きます ね、まあ、あそこのねグリーンのヘッジってあそこのスペースで落ちてくれたらちょうど行くかな。やっぱこれはねイマジネーションをどれだけ働かせてそのイメージ通りにあなたはできるのかと。行くぜ。もうこれはソール滑らして、増田さん頼むよ、ユージさん、増田さん頼むよ、体引っかからないで行くぜ。いや、いい感じで出てるよ。いい、うわー、でかい。ちょっと7メーターぐらい行ってしまった。まあ、あれをねじ込むしかない。方向は良かった。さあ17番ホールの3打目を両者終わりました。こういう状況になっております、ね、ティーグランド、ティーイングエリアからこうずっとこういう形でこう左サイドがね、まあ、こちらから見ると右ですけどもずっと高い状態からこの逆もね、このホールにコースにはあるわけですけれども、いろいろなその戦略、風との戦いとか、その中で自分のスイングが、つま先上がり、つま先下がりのショットが、もう各ホールで要求されますよね。その都度、正確なショットを打たなければ、多分このコースはスコアにならないです。そんな中で小林監督のこれがパーパットですね。まあ相手があれだけのところに寄せてますから、まあ、ほとんど
相手がもうパーが確実なところに寄せてますからね、しっかりこれを集中していい転がりを出せるか。あ、落ちないんだ全然。いい転がりはしてますけど、ね、やっぱり読みがちょっと違ってましたね。やるか。そうですね、マッチプレーですから、この遠い人から必ず打つというルールがありますので、まだ小林監督がこれを先に沈める、まあ、これもちろん、相手からの OK は出てないですからね。ナイスですね。ね、本当にこの形状でここに止まったということは、あのショットがどれだけ素晴らしいものだったかということが分かりますよね。ナイスパー。さあ、これで振り出しに戻りました。ベラクリーナ、ベラクリーナ、ベラコリーナ。さあ、はい。あの、多分意味はないんだけど。意味はないですよね。あの、旗が可愛いから。意味がないので。すごいいい旗。意味がないので突っ込みようがなかったですよね。さあ監督、勝ちたいっていうね、本当に最後のこの一ホールで残されたこの。まあ、しょうがないね、相手が上手かったからね。そうですね。一ホールでこれで勝たなければならないと。勝利をなんとか掴んで、今は自分はやるべきことをやったんでもしょうがない。相手がそこから寄、あれそこから寄せを取るってなかなか難しいよ。やっぱりフォローの風は、あ、じゃあごめんなさい、フォローじゃなかったですね、ごめんなさい。ただエッジからあれだけの近さでね、あそこに寄ったってことはすごいですね。意外とアゲンストもなかったですね、うん、もうちょっとアゲンストで僕ね、戻されるかと思ったら、ね、やっぱその分いっちゃいましたね。さあ、はい、ラスト、もうこれでおしまい。そう、いやだけどここはなんかもっとやってたい。あとこれ18番もこれが難しいのですよ。実は素晴らしいホールですよ。ここから分かりませんけど、セカンドショットからグリーンを見た景色が本当にすごいんですね。まあ左側のこのバンカー群がありますけども、そこの上を越えていくぐらいで僕はちょうどいいんじゃないかなと。去年おととし回ってるんでね、そんな印象が残ってます。さあラストホール、ゴルフっていうのはね、やり直しはやれないからね。だけど本当面白いですよ、うん、本当にね、こういう真剣、ね、3ホールでも真剣にやるのはすごい面白い。確かにね、真剣にやらないと、やるからこそ何か自分からの中に眠っていたものが出てくる、それを自覚できるチャンスかもしれないね。これはね、このティーグラウンドが少し右向いてるんだけど、やっぱりしっかりこのティーグラウンドの向きに負けずにエイミングできるかですね、目標を取れるか。うん、いい球打ったね。ああ、素晴らしい球打ちましたね。何か飛距離が伸びてきてますね、うん、ちょっとにっこりし笑みがこぼれましたが、その今のここで笑みを浮かべていいのかどうか。じゃあ片谷、小林監督、勝つ。いや、このショットで勝つじゃないと思うんですけどね、はい、このショットとりあえず、はい、戦えるところに置きたい、ここね、はい、まあ、だから消え、はい、力を持っていたよ、小林ちゃん、おばちゃんやる限りね、ここ、はい、うるさいね、でリラックス、あそこ、よし、あそこで、長く、はい、で手の力を抜いて、引きつけて打て、行くぜ。いやいやいや、あれだけベラベラ喋ってこんだけいいショットできるってのすごいね。しかしトレビの珍しいトレビの小林かって感じです。リー小林って
セカンドショット地点に来ましたけれども、まあね、ティーグラウンドでこの形状ってのは見えない。あんなとこ飛んでっちゃったわけ。あれすごいいいとこ行ってるなと思ったら、真ん中飛んでったけど飛びすぎですね。ねえ、一度バンカーに入ってあそこ出てますね。これはね、こういう状況になってまして、美しいフィニッシングホールになりますね。さあ、距離がね、小林監督よりもちょっと出なかった分、ここにフェアウェイにとどまることができた、まあ、これは難しいわ。とにかくピンの位置がグリーンの真ん中ですけど、やっぱりこのグリーンもうねってます。何ヤードですか？200です。200ヤード。少し風は後ろから来てます。フォローです。この美しいホールどうですか？もうこれだけで一枚の綺麗な絵はがき、あ、違うか、絵ですね。ちょっとそうですね、手の力が入った分ヘッド遅れて、最後に右から転げ落ちましたね。だから勝負は面白い。まあクラブがちょっと大きかったですね。163ヤード、はい、163ヤードという距離はいいとしても、このいう状況ですね。さあ、まあ、ここにすぐバンカーがありますね。これ右足はバンカーの中でしょうかね。いや、これギリギリ立てると思いますよ。これ立てるやな。あ、立てる。これ立てる、立てる。フォローをどのぐらい見るかだよね。今相手が、右からオーバーして、まあ、オーバーした状況が今分かりませんが、結構沈んでんだよな、頭が。さあ最後に、こうティーショットはね、素晴らしく、まあ、結果いいところにこう繋がんなかったとしても、このいずれにしてもこのショットは非常に大事なショットになります。いや、ちょっととにかくヘッドを動かすのは相当風吹いてるね。ピンの方向を打つとどうなんだろう。ちょっとすらればいいんだよな。確かにね、朝から比べて風は強くなってきましたね。運よくそのバンカーにも入りませんでしたが、ヘッドがやっぱりこの深さを気にしすぎてましたね。いや、もうまたさっきの肝心なとこで、どういうショットを打つかというのがちょっと中途半端になっちゃいましたね。結果的にヘッド走らせられないんですよね、こういう時に。勝負はまだ終わってません。あれがバンカー入ってないというのはまだね、良かったんじゃないでしょうかね。悔しいな。だけどカズさんは向こうでこうセーフだったんだね。あそこに止まってるわけでね。あとで状況を見に行きましょう。一方、小林監督は距離は何ヤードですか？50ヤード手前にマウンドがありまして、ここから約35ヤードにマウンドがあって、その先がぐっと下って相当フォローなんですよね。フォローもあるし、これは本当にこう、ああ、でもちょっと待って、本当気持ち、もうめっちゃ悔しかったんです。今の血圧が上がった状態でね、次のショットは迎えない方がいいですね。もうこれ大事なショットになりますからね。はい、もう大丈夫です。さっき言ってるんで、なんかやっぱりオーバーって乗らないので、ね、絶対手前に
そうですよね、まあ、いかにランがどのぐらいの量で出るのかっていうかね、出したいっていう、しっかり。意外と右に出ましたね。右に出ると多分ね、右の方に大きいと思いますよ、これ。いやー、まあ、ここは難しい、うん、まあ簡単ではない、さっき言って難しいです。さあ、あの小林監督のそうですね、6、7メーターオーバーした次のパーパットを見て、いや、すっごい下ってるもんね、こっちに、こっち高いですよね。まあ、だからある意味あそこでよく止まったなっていうのも言えますね。もっと右に行っててもおかしくない。風が押してくれたおかげであっちに行ってると思えばラッキーだったんじゃないですか。さあね、やっぱり大きかったですよね、もともとこれを右にプッシュしたとはいえ、持ってた番手がちょっと大きかった。ライは良さそうです。アゲンストの風に向かって今右の方から左にピンに少し近づきました。 2.5 メートル、距離で言えば小林監督よりもちょっと有利なのかなっていう風な。さあ小林監督、これは、ね、これを入れなければ、まあ、そう、入れなきゃしょうがないね。入れないと勝ちがないですね。そう、はい、いや、そうですよ、常に入れるつもりで打ってますから。そろそろ入るんだよな。そろそろ入るプロだ。そういうゴルフはそういう時期的なもんで考えてるわけですね。私のパッティングの実力からすると、そろそろ入っておかしくない。なっちゃって。この風が、これだけ風が吹いてると、やっぱりこのラインにも影響はすると思うんですね。まあ、傾斜で見れば、これは、フックラインということが言えると思うんですけど、ただ風がそのフックをどれだけ弱めるのか、それはもうこれはもう監督のセンスと技術にかかっています。押してしまいました。さあカズさん、悔しがってますね、向こうで。そうですね、まあパッティングでね、あ、入るかなっていうぐらいいけばね、まだあれですけど、それだけこう、そして次のパットも簡単じゃないですからね。さあ一気にこれを沈めて勝ちをもぎ取るか。真剣な表情からセットアップしました。うーん、やっと惜しかった。小林監督から OK が出ました。あ、ちょっと、あ、いいですか、すみません。さあ、これで引き上げに持ち込みたい。いや、こういうパットはなかなか打てない。しびれる。うん、ナイス。引き分けだ。いやだけどね、やっぱ面白い。なんか痺れるのが。勝ちたかったね。痺れたいわけだ。
日頃の生活でしびれがないんですね。しびれがないよ最近。ごめんね、アレックスごめん。アレックスごめん。一応あの握手してみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。結局小林監督。お願いします。小林監督伊丹町ね。はい。未勝利に未勝利ということで未勝利しましょうね。オランドですよね。いやまあだけどね、本当ね、オーランド4日目、まず4日連続してラウンドすることもできませんで、あのなかなかないことですし、あとやっぱ毎日ね、花房さんに教わって、多分ね、見てる方はまた違うコーチになんて思ってると思いますけど、またやってることのあれですよね、あの一貫性ってあって、ただやっぱりその実際でやるとちょっとやっぱりまたクロスに入ったりとかっていうのはあるんですけど、ただやっぱりコースでちょっとずつちょっとずつやっぱり変えていかなきゃいけないし、もっと大事なことがあるので、それをやっぱ花房さんにやっぱ教わりましたよね。だからもう自分の中ですごいいいゴルフできるようになってきたし、まあ、あとだからもう課題が浮き彫りになったんで、やっぱり最後のね、まあ今もそうだし、肝心な時にヘッド走らせられない、もうちょっと打ちに行って突っかかっちゃうみたいなのが、やっぱもう自分の課題だっていうことがはっきりしたんで、まあそれを直していけば結構いいゴルフできるんじゃないかなというふうに自分では思ってます。まあただ今日はね、本当にゴルフ場がね難しいです。ここはね、本当まあちょっと映像でどこまで伝わるか分かりませんけど、もうなかなかやっぱりこれアプローチ寄らないですよね、あの50ヤードぐらいになっちゃうと。だから、まあ、ただやっぱこういうコースでやってると勉強になるし、もう何よりもやっぱこのコースも日に日にね素晴らしくなっていったんで、あの本当まあオーランドのゴルフ旅は素晴らしいし、まあさってかな、あのアーノルドパームインビテーショナルのプロアマがありますんで、まあ、またさらにまたあと2日あるんで、まあ、またちょっと成長して、PGA のバリバリのプロに、まあ、ちょっとおお前やるなぐらい、まあ、言われたら嬉しいなという感じです。はい。